アローズグランプリはかつて海一に出走していたチーム及びコンストラクター。チーム名の由来はチーム設立に関わったフランコ・アンブロジオ、アラン・リース、ジャッキー・オリバー、デーブ・オース、トニー・サウス・ゲートの頭文字を取ったものである。日本企業が支援した時期はフットワークの名でも知られた。1977年の末に シャドウチームからリース・オリバー・ウォス・サウスゲートが独立する形でチームが設立された。ドライバーは新鋭のリカルド・パトレーゼをシャドウから引き抜いた。ロータスからグンナー・ニルソンも移籍してきたが、清掃岩のため参戦を断念、ドルフ・シトメレンと交代した。また、デビューイヤーを戦うマシンとして FA1 を制作したが、これはシャドウの DNQ と告示していたことから、 コピーではないかとのクレームが出された。結局、アローズはこの訴訟に敗北し、1978年シーズンの終盤に再設計した A1 をデビューさせることとなる。1978年のスウェーデン GP や1980年のアメリカ西 GP で2位入賞。1981年のアメリカ西 GP ではポールポジションを獲得するなど、 ハトレーゼが時折印象に残る成績を残すこともあったが、コンストラクターズランキングでは、注意から下位といったポジションがほとんどであった。2008年グッドウッドフェスティバルで、エディ・チーバーがドライブする A10 倍とその後、1980年代中盤に、アメリカの損害保険会社のアセフ &G がメインスポンサーにつき、財政状況が向上した。このような状況の変化を受けたアローズが、 コンストラクターズランキングで最も上位になったのはメガトロンエンジンを搭載した1987年シーズンからであった。特に1988年にはデレック・ワーウィックとエディ・チーバーのモトルノーのセカンドドライバーコンビが活躍し、イタリア GP ではチーバーが3位表彰台を獲得。ワーウィックは表彰台こそなかったものの4位入賞のほか数回入賞した。 最終的な順位は4位であったが、実はシーズン最終戦を終えた時点では6位となっていた。しかし、ベルディ GP でベネトンの燃料規定違反による失格裁定が確定すると、このレースで7、8位フィニッシュしていたアローズが繰り上げで5、6位となり、この3ポイントが効いて同点で並んでいたウィリアムズや2点先行していたマーチをかわし、 ロータスと並ぶコンストラクターズ4位に躍進することとなった。ターボエンジンが禁止された翌1989年はコスワースの市販エンジンを搭載し勢いは落ちたものの、マシンバランスは良く、地元、アメリカではチーバーが3位表彰台を獲得。ワーウィックはこの年も表彰台獲得こそなかったものの、5位6位、入賞数回と所々で光る走りを見せた。 1990年に日本の運送会社のフットワークがメインスポンサーとなり、後にフットワークがチームを買収した。翌年の1991年からはチームとして1992年からはコンストラクターとしてもフットワークを名乗った。1991年、かつてマクラーレンと組んでチャンピオンを獲得したポルシェに制作させた V12。 エンジンを使用してシーズンをスタートした。しかし、このエンジンは実際、マクラーレン時代のタグ V6 エンジンをターボを外して単純に2つ並べて繋げた程度の代物で、当初チームに知らされていた寸法と実際に届けられたエンジンの寸法が異なるという前代未聞のエンジンであった。さらに他のエンジンに比べて大きく重い上、信頼性に欠け、 シーズン途中で前年まで使用していたコスワース DFRV8 エンジンに換装するというドタバタを演じた。当然この年の成績は振るわず、回一参戦以来初となる年間ノーポイントに終わった。1992年には無限 V10 エンジンを使用。これに伴い鈴木アグリがチームに加わる。エースドライバーのミケレアルボレートが リタイアわずか2回という堅実な走りでチームを引っ張った。7位が6回と寸でのところでポイント獲得を逃すことが多かったものの、対照的にアグリは駆動系などにトラブルを多く抱え、シャシーも長身のアグリに合わないなどの問題があり、入賞することができなかった。ただし、当時はまだエッジパターンのギアボックスが主流であった中、 シーケンシャルタイプのギアボックスを開発するなど技術的な進歩も見られた。1993年にはシーズン途中でマクラーレンからアクティブサスなどのハイテク装置を購入するとそれまでと比べ予選順位が両ドライバーとも10ポジション程度アップした。弱点であったハンドリング不良が消えて戦闘力は大幅に増したがレースではギアボックスにトラブルが続出して なかなか結果に結びつかなかった。そして、シーズン終了後、親会社のフットワークの業績悪化からチームを手放さざるを得なくなり、ジャッキー・オリバーが再びチームオーナーとなった。井上隆友がドライブする FA16 以降、チーム名は以前のアローズを名乗ったが、コンストラクターとしては1996年までフットワークと名乗り続けることになる。 1994年には、ジャンニ・モルビデリとクリスチャン・フィッティ・パルディを、1995年には、モルビデリと井上高友を起用したが、この頃には、予算不足で、マシンの信頼性、戦闘力も上がらない上、テストもまともに行えないなど、低迷期を迎えることとなる。1996年の序盤に、ベネトンやリジェを率いていたトム・ウォーキン賞がチーム買収に成功。 チーム運営もスポーツカーレースで数々の好成績を収めていたトム・ウォーキン賞ーレーシングが行うこととなりコンストラクターズ名称もアローズに戻った。デーモンヒルがドライブする A181997 年には著名デザイナーのジョン・バーナードと前年にウィリアムズでチャンピオンになったデーモンヒルを獲得し A18 はカーナンバー1をまとった。エンジンはヤマハ。 タイヤは、ブリジストン特殊も、日本関連の陣用となった。開幕当初はヒルをもってして木戦が続いていたが、ハンガリー GP で改装を見せ、ファイナルラップ途中で、マシントラブルにより、ジャックビル・ヌーブに抜かれるまではトップを独走していた。しかし、TWR 参加のハートとの圧力からヤマハが撤退し、ヒルも1年限りで移籍。 バーナードの意欲作へ19も成功しなかった。1999年は、ナイジェリアのマリク王子と投資銀行、モルガン・グレンフェルが、経営参加し、T- という謎のブランドを提唱。日本人ドライバーの高木虎之介が加入したが、予選では、バックマーカーが定位置となり、チームとして、わずか1ポイントの獲得に終わる。2000年は、オレンジのメインスポンサーを獲得し、 スーパーテックエンジンを搭載。直線スピードの速い A21 で意外な構想を見せた。2001年にはプジョーを改めアジアテックエンジンの無償供給を受けるものの、成績は低迷。わずか1ポイントの獲得に終わる。2002年フランスグランプリ予選2002年は、フォードコスワース CR エンジンのカスタマー供給を受け、さらには、ニューマシン A23 の出来が良く、 新加入のハインツ・ハラルド・フレンツェーンがしばしば構想を見せたが、資金難は悪化する一方で、モナコ GP では撤退の話が出た。当時ウォーキン首賞代表は明確に撤退を否定したが、イギリス GP で再度撤退するのではないかとの噂が流れた。次戦のフランス GP では、両ドライバーともに予選アタックを全開で行うことなく、予定通りに予選不通過となる。 結局、ドイツ GP を最後に一時休止の決断をするが、その後復活を果たすことなく、足掛け25シーズンにわたるアローズの F1 参戦は終止符を打った。TWR の倒産後、アローズの工場はアメリカのメナードエンジニアリングが購入し、運営を行っており、2006年から2008年にかけて、会1に参戦していたスーパーアグリ会1チームが同工場を 活動拠点として使用していた。他にもスーパーアグリは、初年度のマシンとなる SA05、s a 0 6に2 0 0 2年に、アローズが使用した A23 のモノコックを流用していたほか、スタッフも旧アローズに所属していた人間が多数を占めるなど、アローズと密接な関係を持っていた。スーパーアグリ撤退後は、ケータハムが利用したが、 同チームもやはり最終的に破産へと追い込まれており、関係者の間では呪われたファクトリーと呼ばれるようになり、現在では放棄されて空き家のままとなっている。枝がついているチームに車体を供給車体になっているドライバーはスポット参戦など、ありがとうございます。